スマートストライクは、カナダ生産の競争場、シュボバ。主な勝ち倉に1996年のフィリップ・エイアイズリン・ステークス、サルバトール・マイル・ステークス。1995年4月9日、キーンランド競馬場でのメイドン競争でデビューし、2着。2戦目で勝ち上がると、ウッドバイン競馬場に転戦して、アローワンス競争を連勝して、通算3連勝とし、 一年を超える休養を経て1996年7月のオプショナルクレーミング競争で復帰して一着となって、連勝を継続。モンマスパーク競馬場に向かい、G3 競争、サルバトールマイルハンデキャップで重賞を初めて制する。8月のフィリップ H アイズリンハンデキャップで G1、競争初勝利として、ここまで6連勝を記録したが、実装、ウッドワードステークスでは、 シガーの4着に終わり、これが最後のレースとなった。以下の内容はエコバスの情報及び記載法に基づく。1997年からレーンズエンドファームで種ボバ入りし、エクリプス少年度代表馬に2度選出されたカーリンを筆頭にダート、芝、オールウェザーなど馬場を問わずに数多くの活躍場を送り出し、北アメリカで 最も万能性を持つ守護場とも評された。2007年と2008年には、カーリンらの活躍により来たアメリカでのリーディングサヤーとなった。2015年3月25日、かねてからわずらっていた低要炎が悪化し、安楽死の処置が取られた。 その時点での3区の獲得賞金は1億1865万2193ドル。ステークスウィナーは113頭に上っていた。ありがとうございます。